あとは封印するだけぞ。こうか、くやオビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。くっ、クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱が、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。まずい。奴が次に狙うのは。さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ。クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。しなければならないな。まさかお前らナガトの時の術をオビトに。まあ、それも俺の計画のうちだったか。さて、そろそろお前には眠ってもらう。美獣もろともな。宇宙のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か。おめでたいやつだ。なるほど、やはりお前は普通の人中力ではないな。まあ柱間細胞を持つ俺には
多少の傷など無意味だな。今の俺を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。余裕こいつじゃねえぞ。てめえは俺がぶっ倒すからな。余裕？勘違いしているな。俺はただお前と遊んでやっているだけだ。千人の力を追い詰めたってばよ。このままぶっ潰してやる。今だ！おう、重ねろ！遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ。見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ。注意し。何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。 すげえ力だ。これ以上は。みんな、これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ん？ナルト！神音が…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。さて、お前は数少ない内派の生き残りだ。どうだ、この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。レントン、サドを嗅ぐ土。
この道お前に残された時間は少ないよね。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に戦うべき。お前は生き返ってまで何を望む？わしらの時代はとうに終わっている。伝統佐野を下げつち。消えろ、古き時代とともに。燃え尽きろ。言ったはずだ、旧時代の遺物がシャシャるなど。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。うわあ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これはたとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。